はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。いやもう11月も今日が21ですかね。だいぶもう今年が終わるっていう感じになってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。で今日はですね、ちょっとダラダラジオの中では珍しい毛色の話をしていきます。というのはですね、週休3日制と有給制度というね、多分タイトルは少し変わってると思うんですけど、そんな話をしていきます。でこの週休3日制とか有給とかっていうのは、まあ、学生の皆さん聞いててピンとくるかな。社会人の方はね、なんかピンときやすいと思うんですけど、割と仕事をされてる方の関わる話なんですね。ただ今回は、社会人の方の話ではなくて学生の話です。はい、意味わかんないですよねっていうのはですね、この前ツイッターだったかな、たまたま学生の、有給の話をされてる方のツイートかなが回ってきてて、俺初めてなんですよ。実は自分学生の有給制度ってがあっていいんじゃないって結構前から思ってたんですよね。でただなんかそんなこと発信すると、何言ってんだこいつはみたいな怒られると思って言わなかったんですけど、初めて同じ考えを持ってる人の発信に出会って嬉しくなってたんです。そうっていうのは、社会人になれば仕事をしてると有給といって、給料をいただけるのに休みにできると、まあ、それ権利としてね。だから普通に好きな時に休みが取れるんですよ。いやもちろんね、業種によっては取りにくかったりとか、この日休みたいって言ったんだけど上司にダメって言われたりとかっていうね、理不尽なことも起こりますけど、でも休めるんですよ。なんつうんだろう、すごいなんだ、言葉を選ばず言うと合法的なズル休みみたいな感じができるんですね。でも学校ってできないじゃないですか。休みたいな、今日ちょっと無理だなと思う時でも、まあ、もちろん休むっていう選択肢は取れますけど、すごいこうなんていうのかな、落ち込むというか、なんか悪いことをしてるみたいな風に思うと方が多いと思ってて、自分それってどうなんだろうって思ってたんですよ、ずっと。なんか大人もそうですけど、毎日が毎日同じようなね、こうモチベーションというか気持ちでいられるわけじゃないじゃないですか。朝起きた時に、あもうなんか今日無理なんだけどみたいな時ってありません？私はすごくあるんで、そういうのが。そういった時にその日の自分のコンディションに合わせて、例えばね、休みを取ったりだとかっていうのができてもいいんではないかなと。しかもまあ、それでね、学校の授業遅れるじゃないかと心配される方もいるかもしれないですけど、言って別に一日休んだところでそんなに遅れないっすよって俺は思ってるの。別に取り戻せるし、もっと言うと、これだけ別にオンライン学習とかね、一人一台端末なんて言われてるから、まあもっとこう話が進んでって、例えば普通に授業の様子とかをさ、先生方が録画できるようになったら、それをクローズの場所に置いてさ、いつでも見れる、休んだ方ね、普通に休んだ方もその日の授業見れますよなんていう風になったらいいんじゃないかと。でもね、こういう議論をしていくと、じゃそうするとね、後で映像見ればいいから学校行かなくていいじゃんってサブレートが出てくると、まあ、それもあるでしょうきっと。完璧な制度なんてないでしょうし、でも自分にとっては子供たちが無理なく自分のペースでライフスタイルを送っていくのって俺すごく大事なんじゃないかなって思うんですよ。はい、でもう一個の週休3日制に関しては、まあ、今土日休みですよね。で、まあ、土日とまで言わなくてもいいんですけど、自分水曜が休みだったらいいのになって思うんです。はい、普通に学校がなんでかっていうと、これもね、なんか誰だっけな、なんかで見たんだ、なんで見たんだっけ、忘れちゃったけど、すごいいい考えだなと思ってて、例えば土日水が休みだとした時に、日曜って明日からね1週間始まるって結構憂鬱になる方多いと思うんですけど、でも月曜になっても明日行けば1回休みが入るんですよ。水曜に休みが入ると、極端なこと言うとね、明日火曜行けば休みじゃんって。で水曜も木曜明日始まるって思うけど、木曜になった時にも明日一日、あと金曜行けばまた休みじゃんみたいな、コンスタントに休みがやってくるんですよね。それがベストだとは思わないですけど、
やっぱり自分も中学の時にだいぶね、学校がしんどかった時期、本当に月曜になるのが嫌だったんですよ。また始まる1週間耐えなきゃいけないのかって、あのしんどさっていうのは、多分ね、味わわないと分かんないと思ってて、そうで、でもまあそれがさ、水曜が休みになったことで、じゃあそれなら頑張れるよってそこまでね割り切れるとは思ってないですが、でも多少なりとは楽になる気がするんですよね。だからまあ週休3日制に関してはね、まだ現実的ではないですね。その水曜休みにするなんていうのは難しいんですけど、子供たちの有給っていうのも例えば制度としては難しい、きっと。だけど子供たちが休みたいなって思った時に休める、それを後ろめたさなく休める状況っていうか環境を作るっていうのは、俺は必要というかありなんじゃないかなって思うんですね。で今回、ずっとこれ言いたくても言えなくって怖くって、でも言っちゃったのは今回、なんかそろそろそういうのを発信していって、もちろんねこれに関して何言ってんだこいつボケてんのかっていう意見もあるでしょ、でもそれを聞いて、今学校の先生とか教育委員会の方とか結構政府の方とかもね結構つながりができたので、もしかしたら同じような思いでいる方がいて、まだ自分に力はないけれども、そういった動きにつなげていくことはできるんじゃないかなと。でも自分は36歳になったからさ、なんか先考えるのよ。もちろん人生が大体80年ぐらいかな、わかんないけど、老衰だったらってなったら、あともうちょっとで俺もう U ターンするのよ人生。だからこの人生で何が残せるかなって、今の子供たちに何を残してやれるかなっていうのをすごく今考えてて、で、俺が今発信したことが本当に子供にとっていいことなのかどうかは分からない、絶対いろんな人の意見を聞く必要はあるし吟味は必要なんだけれども、やっぱり自分が思ったこととかを発信して、そこからいろんな意見をねいただくきっかけにもなったらいいなと思って、今回ねこうやって喋らせていただきました。ぜひぜひね、いろんな意見はあると思いますけれども、なんか特に有給の方にはなんかコメント欄とかで意見をいただけたら嬉しく思います。はい、ということで今週もねダラダラジオを付き合っていただきありがとうございました。ちょっとね明日からのスケジュールがすごいことになっていて、12月末までちょっとねやばいことになってて、多分36年から一番忙しいんですよこの1ヶ月間、で今からヒヤヒヤしてるんですが、もう自分の中でこの12月、11月ですけど、まだ11、12月が終わったら絶対自分にご褒美あげようと思って、まだ決めてないんだけど、それでちょっとそれを楽しみにね頑張って乗り切って、でしかも乗り切った先には、みんなにこう情報発信というか伝えられること、きっと喜んでもらえることもあるので、そのみんなが喜んでもらえる姿をね想像しながらちょっと奮起して頑張るんで、みんなもね11月12月お互い頑張っていきましょう。はい、ということでまた来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。ではまた明日からね1週間頑張っていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。